ぞ。悪い悪い。攻めるのは昨夜の面白かった特番に行ってくれ。ほう、女の子との待ち合わせに遅刻して言い訳がそれってわけ？みーちゃんだって今来たばかりなんだよ。昨夜の密着24時間面白かったしねえ。けいちゃん、あのあとレナ大張り切りだったらしいよ。別に俺がけしかけたわけじゃないだろう。そんな大変じゃなかったから気にしないでよね。夕べから今朝まであのテンションらしいよ。責任取れんの？わかった。俺も男だ。責任は取る。レナね、荷物持つときよっこらしょって言ってた。5キロ。それはオーバー。ケイチ君男の子だからきっといっぱい食べるだろうと思ってたくさんね。もう行こう。よっこらしょっと。訂正、俺も5キロ。手伝いはするけど、全部食べるんだからね。レナを悲しませたら許さないよ。こんにちは。あら、そちらは確か前原くんだったかしら。なんで俺ってこんなに有名人なんだ。悲しいかな。南沢は人が少ないからね。みんな顔見知りなんだよね。つまりなんだ。知らない顔が歩いてればそれは自動的に新しく引っ越してきた前原さんってことになるわけか。うん、そういうことになるね。もちろんわかるよ。最初に会ったのが牧野林店の竹蔵おじさん。趣味は盆栽と尺八なんだよ。次が乾物屋の次男の大輔くん。趣味は狙撃で将来の夢は超A級スナイパーだとか。それで今の人は入江診療所の看護師の美代さん。趣味は野鳥の観察と撮影だって。すれ違った全員の名前までわかるのかよ。プロフィールまで。
ね。ここいらは都会みたいにご近所付き合いが希薄じゃないからね。試しに聞いてみよう。今ここにいる俺は誰だ。前原圭一くん。意地悪なこと言うけど本当は優しいテレ屋さん。転校してきてようやく3週間。趣味は昼寝。最近トランクス派に転校したよね。もういいもういい。トランクス。それもいい。これじゃあさ、俺のための案内ってより俺のお披露目みたいだな。そうだね。うちらさ、これだけ賑やかに練り歩いてたからね、みんな思うんじゃない？ケイちゃんも雛見沢に馴染んでくれたんだって。雛見沢は過疎だから、村中みんなが新しい仲間を歓迎してくれてるの。こんにちは。仲良しそうでいいわね。藤島さんちのおばさんだよ。こんにちは。あら前原くん、両手に羽でいいわね。どう？生活はもう慣れた？グッド。でね、そろそろお昼にしないかな、かな。俺も男だ、努力はする。だが量が多すぎる。よし、ケイちゃん、ここはおじさんに任せなさい。レナ、どうせ食べるならさ、見晴らしのいいところで食べない？ここはね、古出神社っていうの。多分見晴らしが一番いいところかな。ここの場所、よく覚えといてね。もうすぐここでお祭りがあるんだから。へえ、祭りにしちゃちょっと早いシーズンだよな。綿流しは夏祭りじゃなくてね、昔は冬の終わりを喜ぶお祭りだったらしいよ。弁当を広げてっと。こんにちはです。
騒がしいから来てみれば、これは何ですの？見りゃわかるだろ。これからランチタイムだ。ビュッフェスタイルだ。レダの手作り弁当に舌鼓だ。そんなの見ればわかるでございますわ。どうして人様の庭でござなんか広げてますの？神社は公共の場所だぞ。勝手に独占するな。圭一の言う通りですよ。みんなのお庭にしますです。くぅ、やっぱりリカちゃんはいい子だな。座りな、あそこ。一緒に食べよう。ちょっとお待ちなさいな。私はどこに座ればいいんですの？お前に座る場所はないし、食べる分もない。だ、大丈夫だよ。さとこちゃんの分もちゃんとあるから。ない！さとこの分も俺がいただく。そんなことは許せませんの！リカ！はい、お箸です。いやはや、ケイちゃん乗せるのうまいわ。ほんと才能あるのかもしれない。はい、お皿。みーちゃんもリカちゃんも。僕たちも頑張らないとなくなってしまうです。そうだね。よし、参戦と行くかな。いっぱい食べてね。ちゃんとみんなの分あるから。そのハンバーグは渡しませんわ。いや、肘は反則だろう、さとこ。襟首をつかむのも反則でございます。さとこ、破れたり、日本語ってやつはさ、どうしてこう味に対する賛辞が少ないんだろうな。食事中の段々って考えがそもそも近代に入ってからだからじゃない？昔の人は無言で食事を済ませたそうだし、作る人もちょっぴり寂しかったろうね。きっと昔の人は食べるのに忙しくて味を褒める暇もなかったのですわ。でもね、おいしいの一言だけでも嬉しいよ。苦労の甲斐があったかなって。おいしいです。美味しかったですよ。
なんだよ、さとこ。その挑戦的な目は。皆さんには、レナさんのリンゴを獲得できるだけのサンジが用意できまして。強気じゃんよ。ボキャ品のあんたに、どんなサンジが思いつくっての？では、ご覧あそばせ。お弁当、さとこも美味しかったよ。悔しければ、レナさんにご褒美がもらえるようなサンジをお考え遊ばせ。さとこ、それで勝てたつもりとはね。あんたらの底の浅い技とは訳が違うものを見せてあげようじゃない？それは頼もしいぜ、ミオ。それはどんな技なんだ？やるのはケイちゃん。はぁ？見せてもらおうではございませんか。戸島のあがきを。本当に美味しいよな。これってさ、全部手作りなのかい？あ、ううん。実はね、これほとんど冷凍物なの。じゃあ、レナの手作りのってどれだい？その、あ、恥ずかしいな。教えなきゃダメ？どうしても？わかるよ。これでしょ。なんでわかるかな？かな？レナの手作り。レナの匂いがしたから。レナの手作りのリンゴのウサギさんが食べたいな、なんて。Ugh!
ほうがかほほ、ほえはけごかけは。ケイちゃん、殉職見事なり。どうよ、さとこ。うちらの完全勝利だね。こんな手、信じられないですの。悔しくないもん。ちゃん、食べないの？塩水強すぎたかな、かな。うさぎさんがかわいそうです。助けてあげてほしいです。レナにケイちゃん、また明日ね。ミオ、今日はありがとな。楽しかったぜ。また明日ね。ケイチ君も今日は付き合ってくれてありがとう。楽しかった？ああ、楽しかった。まだ家に帰るのが惜しいくらいだぜ。あ、じゃあさ、ちょっとだけ寄り道してもいいかな、かな。寄り道？遠いのか？ちょっと歩くけど、すぐ済むから。久しぶりって、レナの用は、あの、ゴミの山かよ。ゴミじゃないよ。レナにとっては宝の山だもん。待てよ、今行くから。あっとだだだ。いいよ、ケイチ君はそこにいて、すぐ済むから。
転ぶなよ。足元に気をつけろよ。大丈夫だよ、大丈夫。全然平気。おっと、ああ、びっくりした。驚いたのはこっちですよ。ごめんごめん、驚かすつもりはなかったんだ。君は雛見沢の人かい？僕は富武、フリーのカメラマンさ。雛見沢にはたまに来るんだ。写真ってのは被写体に断ってから撮るのが礼儀なんじゃないんすかね。ごめんごめん、メインは野鳥の撮影でね、断った試しがないんだよ。いやいや、夕闇に黄昏る少年があまりにも絵になっていたんでね、本人の許可を取らずにファインダーを覗いたことを謝るよ。彼女はあんなところで何をしているんだい？さあね、昔起こった殺人事件の死体でも探してるんじゃないですか？嫌な事件だったね。まだ見つかってないんだろう？馬に蹴られる前に退散するかな。驚かせてすまなかったね、圭一君。圭一君、怒ってる？どうしてだろう、だろう。どうだった？掘り出し物は見つかったか？うん、聞いて聞いて。あ、あのね、あったの、ランディ君人形。ランディ君人形ってあれか、ファーストフードの店の前に必ず置いてあるあの等身大人形の？したい。あれはゴミだろ。お持ち帰りしたきゃしてもいいんだぜ。他の山の下敷きになってるの。
簡単には掘り出せないし、あそこ明かりがないからすぐ暗くなっちゃうし。俺も手伝ってやるよ。今日のうまかった弁当の恩返しってことでさ。なあ、レナ、あそこで昔なんかあったのか？ダムの工事をやってたんだってね。詳しく知らないけど。ふう。例えばさ、工事中になんかあったとか、事故とか。知らない。実はね、去年までよそに住んでたの。え？レナも転校生だったのか？俺はてっきり。だからね、それ以前のことはよく知らないの。ごめんね。